江戸末期を生きた良寛和尚という人は、1831年に74歳で亡くなりました。今から2500年前のインドで、お釈迦様は81歳まで生きました。二人とも当時としてはかなりの長寿だったと言えるでしょう。二人のように悟ったとされる歴史上の人物には長命の人が多いようです。悟った人にはストレスがないということが関わっているかもしれません。人間はストレスを感じると血管が縮小します。動脈の場合、普段は5ミリあるものが 0.5 ミリになっても血は流れていきますが、毛細血管になると普段でも直径 0.1 ミリくらいしかない。ストレスで毛細血管が収縮すると血液の流れが止まります。血液が末端までいかなくなってしまうのです。ストレスとは英語で圧力、暴力。本来は金属業界の専門用語でした。鋼を強くするために一定の力で圧をかける。そのギリギリのところまで圧力をかけることで鋼が強くなるのだそうです。鋼は一定のプレッシャーならば何千回何万回と跳ね返せますが、アルミニウムやジラルミンは少しずつ金属が疲れていってある時に壊れてしまいます。これが金属疲労イコールストレスで、それが転じて精神的な用語として使われるようになりました。私が思うに精神的な用語でのストレスとは、自分の思い通りにならないことです。だとすると、ストレスとは人間が作り出したもので、宇宙にもともと存在する現象ではありません。そう分かってくると解決法が見えてきます。それはストレスを感じない自分を作るということ。いろいろな思いはあるけれど、世の中は思い通りにならないよねと思うことは解決法の一つ。その前の段階として、世の中は思い通りにならないことだらけなのよねと思ってしまうことも一つの方法。さらに根本的な解決法としては、思いそのものを持たないこと。思いを持つというのは、あれが欲しい、この願いが叶ったらいいのに、今の状況を改善したいと要求することでもあります。そのような夢や希望に満ちているのは、今はそうではないから不満だ、今の状況が気に入らないと言っているのと同じ。不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句には宇宙は決して反応しません。ストレスがない人イコール夢や希望がない人イコール感謝している人です。毎日何事も起こらず無事に過ごしているという奇跡。奇跡に気づき感謝が始まると、それまでと全く違った生き方になるようです。